皆さんこんにちは。 Z ガールズのリサとレイナです。私たちが考えた東京 Z 筋トレ部、皆様ご存知でしょうか。今日は普段私たちも行っている腕の筋トレをご紹介します。小道具を使いながら少し負荷をかけたトレーニングです。それでは説明していきたいと思います。まずお水の入ったペットボトルを使ってアームモーションの動きをしていきます。それではリサに実際動きをやってもらいたいと思います。アームモーションとはチアリーダーの基礎的な動きになります。このような形がアームモーションと言います。はい、頑張ってください。はい、それではここで気をつけるポイントが3つあります。1つ目は肘で止める。しっかりと肘で止めるようにしてくださいね。2つ目は上半身を止めながら腕だけを動かす。しっかりと腕を動かして上半身はなるべく動かさないようにしてくださいね。そして最後3つ目は弾かずに止める。しっかりと止めるようにしてくださいね。またこの動きは座りながらもできますので、皆さんも今注意した3つのポイントを意識しながらぜひやってみてくださいね。なかなか外に出られない毎日ですが、お家で誰でも簡単にできますし、特にチアリーダーを目指している方にはおすすめですよ。皆さんもぜひやってみてくださいね。以上、リサとレイナでした。せーの、ゴー、アメージング、レッツゴー、レッツゴー。